生だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて言い草だ。おい、てめえ、なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け力だったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちがどっち？くんぬぬ。マジかよ、力比べでも合格。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあ、その第1条は何だった？知るかバカ野郎、名前覚えてるわけねえだろ。じゃあ、こちらの方、今の続きどうぞ。この法律は道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。うっ、そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。加減終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。はっ、危ねえ。ちっ、しつこいな。石尾だ、おやっさんの敵。やつだけはこの手。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、分かってるよ。そりゃこの前ドラゴンに教えられて。ドラゴン？なんでもねえ。私の番ですね。してみろ。何をやってみろ。全力で。やってみろ。かかってきなさい。じゃあ、こんな。
ほらよ。ありがとうございます。なめんなよ。どうするかね。なめんな。いつは私の番です。やってみろ。してみろ。どうするかね。私が相手です。やってみろ。やってみろ。よし。ちょっとしんどいな。舐めないでくれる？邪魔すぜ！はあ。危ねえな。いや。これ以上は雑魚だ。してみろ。回復だ。ザコだ。私の番です。私の番ね。やってみろ。やめるな。はい。サンキュー。ザコだ。立て直さねえと。行くぜ。やってみろ。さて全力で。これ以上は私が相手です。もしかして俺の番やるか。やってみろ。よし。かかってきなさい。やめるな。ありがとうよ。ほら、こいつの番です。なんて壊れるか。苦しい。どうするかね。やめろ。やってみろ。私の番ね。助かるの？絶対負けない。2回目に合わせます。よし。してみろ。なんて変わるか。すっきりしましたね。さて全力で。なんて変わるか。ちょっとしんどいな。かかってきなさい。とっておきだ。命を大事に。これでありがとう。ありがとう。なめんなよ。どうするか。痛い目に遭わない。うわっ。私の番よ。見てなさい。じゃあ、うん、しんどい。立て直さねえと。うん、ぶっ飛ばしてやる。こいつを使え。サンキュー。かかってきなさい。やってみろ。やるか。2回目に合わせますよ。ザコが。これ使って。サンキュー。うん、なめんなよ。俺の番か。うわっ、せいや。
これで元通りです。私の番ですね。日和よって。ああ、もうあいつ一体何なの。お、どうした。殴られるのが嬉しそうだったり切れてみたり。まあこの前は鉄球振り回してたし。いや、どういう極道だけの話かもしれねえが。ん、何にせよあの切れた石尾田は厄介。ああ、だからガガってください。やってみろ。どうするかね。やるか。うれ、じゃあこれちょっとしんどいな。捕まっぜ。なめないでくれ。私の番ね。やってみろ。ほら来いよ。はい、ありがとよ。やんのか。俺の番か。やるぞ。苦しい。立て直さねえと。やめんな。誰がいいか。やってみろ。よっしゃ、行くぜ。ほら来いよ。すっきりしましたね。さて、してみろ。やめんな。ほら来いよ。やってみろ。どうするかね。身長がしんどいな。見せてやるよ。みんな死ぬなよ。回復だ。ありがとうございます。してみろ。私の番ですね。やってみろ。やるか。これをどうぞ。ありがとう。私が相手です。ザコが。俺の番か。やるぞ。私の番ですね。